久しいな、フクロウのせがれよ。行く手が炎で、まあ、阻まれていてどうしようという。ああ、確かに行くとこが、この義手かっこいいっすね。仕掛け、あのブラッドボーンの仕掛け、そうですね、このガチャガチャやる感じはまさに、はい、ブラッドボーンの仕掛け武器みたいな感じで、うんうん、リアルタイムで切り替えられるようにしようっていう感じで、なのでボタンもあの三角ボタンなんですけど、簡単にアクセスしてあのすぐ切り替えられるようになってます。戦闘に応じて切り替えて戦ったり、そうです、あるいは戦いの途中でですね、切り替えながら敵に合わせてやったり、とどめ、ね、を刺したりとか、はい、じゃあ、いいですね、行ってみましょうか。はい、まあ、正面が行けないので上に登ってみつつも、まあ、やっぱりまっすぐ行くのは厳しそうだな。道がないですもん ね、はい、なんかね、あるようなないようなって感じ。おお、そっち、おい、おちょっとドキッとしました。まあ、かなり高低差のある気持ちマップですね。まあ、ここ今下があの水場になってたんですが、はい、あの水に落ちてもですね、落下死にはならず泳げるっていうのもあったりします。でもなんかあそこに戻るのが大変そうな気がするぐらいの高さ、また別に進んでいくって感じ。多分どうせ何かしたいそうですね、下に何かいるだろうし、絶対何かいるだろうって。張り付いて歩いて、お、え、敵いる。まず敵を死に読みして、ここはステルスで倒していく感じですかね。おお、やっぱしゃがんでる方が気づかれにくいとか。そうですね、しゃがんでたり草むらに隠れてるとですね、ちょっとあの隅が、四隅が暗くなってると思うんですが、あ、ね、ステルス状態っていう状態です。なるほど、ほう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 、お、敵がいますね。あ、2人だ。お、あ、でもなんか盗み行き、やっは今頃火の海よ。ああ、抜け出してくるとしたらこの隠しホラー穴にちげえねえ。十蔵様の言いつけだ、ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。分かってるさ、俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者がよ。まさに、なるほど、ここで待ち構えてるわけですね。え、いろいろ教えてくれちゃいましたね。ちょっと周りも、ここは素早く、やっぱ絶対初見で言ったらやられますよ、ね、絶対やられてるかな。知ってるだろうみたいな動きでしたね。お、まずは一人を倒して、おっ、何？印刷忍術、血煙と呼ばれたんですが、敵の血を使って煙幕を出してしまうというやつですね。あー、めくらましみたいな。お、インサバエ。ダジャー、こういう感じです。素早い。敵に気づかれていない状態であれば、はい、かなり有利に戦うことができます。でももちろんですね、今のところも刀1本で行くと、で4体とかを、相手にするのはかなりきついんですが、はい、さっきの忍殺忍術であったり義手忍具を使っていくと意表をついて倒すことができるようになってます。なるほど、すごい、なんか簡単に見えちゃいますけど ね、自分でやったら全然違うことなんですよね。絶対できないでしょうね。でこれがさっき言ってた抜け道である井戸ですね。まあ、かなり高いところなんですが、こんな感じで壁切りでこうはできます。鮮やか、これも絶対一回は落ちますね。自分でやったらズン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 ってなりますね。で、さっきまあ燃えてていけなかったところから、まあ、迂回してたどり着いたというところ。ああ、かがり火的なやつですね。これはそうですね、鬼仏というもので、ここではですね、休息して、そうするとあの傷薬病炭っていう回復薬があるんですが、それが、上限まで補充されて、まあ、その代わり雑魚敵が復活してしまうっていうのも入ってます。なるほど。あとはですね、義手忍具を使うためのコストである、片代を購入したりだとか、自分が解放したことのある、こういったいわゆる体術系というか基本のアクションも、どんどん解禁していく形になっています。
あ、これか、かけ伏せ。はい、あ、やりました。こんな感じで使っていく。おー、かっこいい、ね、鮮やか、かけ伏せで矢の下をすり抜けるみたいなこともできます。あ、今すり抜けたんですね。なるほど、今そうですね、横に行った。敵の攻撃をかけ伏せですり抜けて、はい、わ、人数多いな。これはいけないんじゃないですか。これちょっと難しいね。高筒という、いわゆる遠眼鏡みたいなアイテムでちょっと拡大して見てるという感じですね。おー、すると、まあ、あの奥に、あ、なんかでかいのいるかなり強そうなやつが。絶対倒せないだろう、はい、そうですね、まあ、あいつがまあちょっと今日のデモの、ボス的な扱いですかね。かなり強いです。で、周りにかなりいっぱい敵もいて、で、まあ、この手前の敵はですね、手前にも敵がいっぱいいるんですですが、こいつらを相手にしていると結構大変なんで、はい、ちょっと忍んでいきましょう。そうですね、ぜひ。お、何で、あの体験版とかでもですね、防御力をアップする飴っていうのがあったんですが、はいはい、これはあの自分のその隠密のステルスの効果を上げるガチンの飴っていうやつですね。お、体が半透明になってると思うんですが、見つかりづらくなります。なるほど、使用のモーションがかっこいいですね。そうです、この辺のモーションも、まあ、毎回例のごとく宮崎が全部見てるはい、例のごとく癖のある。さあ、正面に敵がいっぱいいるよねという感じなんですが、あ、おお、そこも行けると。へえ、あ、でまた見てる。そうですね、一応左を見るとあそこにも敵がいる。たぶん、そうですね、正面で戦ってるとあいつらが来るんで、先にあいつらをじゃあ倒してしまいましょう。そういうことありますもんね、知らずに。そうなんですよ、戦い始めちゃうとね、囲まれちゃって、後ろから切られてしまうという。思った以上の人数来るみたいなことありますもんね。石ころですね。そうですね、あ、2人だった。困るんだよ。で、音を立てて、おびき寄せて、いやこんな感じで殺すということができます。危ない。まあ、こういった忍びらしい倒し方もありつつ、はい、まあ、この、手強い重造戦はですね、せっかくなんで、まあ、正面から戦ってもらいましょうか。せっかくなんで正面から戦う。今隠密やってもらったんで、ここはね、もう隠密は大丈夫です。そうです、隠密はもう見せたから。ハードル上げる感じです。正面から行くんだ。何かいます。あ、なんかいるよ。服ちゃんと着てますね。お主、この基地によくぞ参じたの。はぐれ忍びも捨てたものではないわ。わしは若様を、九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬ。共に参れ。あ、味方。うおお、大丈夫か。大丈夫か、この戦い方。一番ダメなパターン。一番最初に死ぬやつでしょ。うおーって言ってましたよ。足が襲来しとるよ。あ、やられてる横で。あ、でも強い。あ、やばい。あ、中毒になってる。中毒。あの鋳造の毒の方で盾を持った敵をこのフィッシュリングの斧で倒していく。なるほど、そういう時に盾を出すと。はい、そういえばさっきの戦いで危険の木の字が出てたじゃないですか、はい、あれはどういう意味。あれはですね、ガードできない攻撃っていうものです。あー、死んでしまった。あ、え、早い。さあ、早くも1対1という。あ、鋳造と1対1。いや、だからダメだって思いましたもんね、私たちも。特攻した時点でね。そうですね、ダーッて言ってましたから。また飲んでますよ。回復アイテムが残り1個ですからね。イエーイ、くんだな。まあ、この重造の一撃はですね、非常に重いし早いっていう。そうですね、まあ、あ、これこれ。あ、そうですね、これはですね、ガードができない攻撃です。あ、弾けないとかそういうこと。突き攻撃を弾くこともできるんですが、はい、基本的にはステップで避けないといけません。あるいは下段攻撃、それはジャンプで避けないといけない。ジャンプで避ける。そうですね。
あ、今のか、はい、なので、まあ、危ない攻撃が来るぞっていうシグナルなんですが、それが来たら冷静に対処する必要があります。なるほど、これは結構まずいですね。大丈夫ですか。山村さんでね、いや、見せ場作ってんじゃないですか。負けそうみたいなハラハラ感をね、演出して言われてますよ、言われてますよ。ちょっとハラハラ感のところ、まあ、一回は、まあ、まあ一回はね、そうですね、死も戦略だからね、こっからですもんね。おー、あ、そうですね、ギシュニングを使ってもうちょっとで一人殺、そうですね、こんな感じ。ちょっと、あ、いますね。お、あ、気づいた。これ侍大将じゃないですか。かなり強い。今敵に攻撃を上げて中央の上に出ている黄色いゲージが相手の体幹ゲージです。体幹、はい、結構、そうですね、いっぱいになると敵が体勢を崩します。はい、なんですが、まあ、ヒット&アウェイで戦っているとその距離を空けている間にですね、相手の体幹ゲージがどんどん回復してしまうんです。なんかこう今までのこうブラッドボーンとかのシリーズの戦い方だとちょっと難しくなりそうですね、はい、そうですね。ということで、本作ではこのように敵の攻撃をですね、刀で弾くことができるんです。で、弾きが成功すると相手の体幹にダメージが入ります。なるほど。まあ、自分自身も体幹があるんですよね。そうです。自分も崩れることがあります。なので、今かなり攻撃をしながら弾きもやっています。お、すごい、かなり溜まってきましたね。そうですね。うまい、これもう少しだ。お、お、これで今体勢を崩して印刷を決めたというところ。おお、このようにですね、はい、自分でも攻撃しつつ相手の攻撃を弾くことができれば、相手の攻撃を自分の攻撃に転換できるっていうのがこの弾きの特徴です。なるほど。かなりこちらも今体幹が、そうですね、こっちもかなり崩されそうなんで気をつけないと。崩れそうなとこ耐えてる感じがしますね。今最後、お、攻撃を弾いて体幹を削り切って印刷を決めるという形になります。じゃあまたちょっとスライド。いやー、すごい。やばい、体力が残ってるのは、あ、その残ってましたね、大丈夫だ。残ってたら死なないんだ、なるほどね。危ないですね、これ今日あるあるですからね、この。そうですね、今だいぶ多分、あー、惜しい。最後の1回が本当に精神的にもちょっと揺さぶりをかけられた感じで、危ない。一回飲みますか。一回飲む。そうですね。飲んでいきましょう。ただ体幹はかなり削ってますね。そうですね。すごい溜まってますよね。お、はい、おしゃ、行った。一発早くも。ああ、素晴らしい。一回目。一人殺。
あ、そうですね、ここも飴をかじっておいた方がいいところですね。危ない。そうですね、今幻影が出てるという状況なので、鍵縄を使って避けていく。幻影のことは攻撃できないので。なるほど、上で空中回避して。そうですね。いや、分かってますね。さあ、あと1回決めていきたいところ。危ない。あー、避けた。うまい。おー、うまい。うまい。素晴らしい。あー、危険だ。そうですね、危険だ。ジャンプじゃないと。キッキが。ちょっと狭いところで戦うの結構危ないですね。そうですね、かなり端で。おー、すばらしい。あー、殴られた。くぅ。回復薬が残りもう0個ですね。あー、なくなっちゃった回復が。あー、またこれか。またこれか。これ辛いんですよね。めちゃめちゃ緊張感ありますね。いやー、この最後の飴を。おお、惜しい、惜しい。最後がちょっと崩れてタイミングがおかしいですよね。おー、ナイス。あ、うまい。うまいですね。おー、素晴らしい。うまい。おー、うまい。おお、今のはステップで。おお、ギリギリ。いや、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。消えた。あ、すげえ。え、何？消えた、消えた、消えた。やった、消えた、消えた。なんだ、なんだ、これは。まだまだまだ、切り替え倒さないと、倒さないと。え、何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 、逃げちゃいましたね。やばい、やばい。何事？逃げに逃げられてしまったというところですかね。こう、倒したんじゃないの？今これやる場合じゃないんだよって感じですよね。危ねえ。あ、やばい。アルテリーさん持ち直して心を。でも一回は死ねるから。うわー。いやでも破壊層のゲージはね、ゼロですから。そうですね、あと体幹を崩して。あ、ここはもう避けた方がいいかもしれないですね。ねえ、あー、いい、戦い方ちょっと変えましたね、さすがですね。さあ、1回は耐性できます。危ない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 。おー、ナイス。あチリカを出しますね。もう最初から。おお。おお。おお。ものすごい本気のプレーですね。そうですね。さっきが本当につらかったんですよね。マスキーゼロです。おーおーおお。おー、早っ。おー、早い。早い。あ、うまいな。これはもう。さあ、ここは。おい。おっと。
あでもこれで落下死すると落下死になっちゃうかも危ない。もう余裕ですねこれは回復薬がこれだけ残ってるから十分であろうという感じで余裕を見せてくれる。余裕を見せてますね。斧も使いつつ、まあ、危険攻撃以外だったらまあほぼ全ての攻撃を刀でいなすことができるんで、あの突きもすごい避けてですね。だからこの巨大なナタをですね弾くっていうのも気持ちいいというか、掴むんですよね、はい、いやあれ難しいですよ。あの速っ、これは今余裕をおっと踏みつけてからの別の忍殺を見せていく。素晴らしい、さすがですか。まあ慣れて、in the closing years of the Sengoku era, Japan was consumed by perpetual conflict. What's the matter, Stray? Nothing left to lose? Well, would you look at that? Will you join me, starving wolf? That day, I pulled you from the battlefield. I had no idea what you'd become.